インターン生の北田です。10回にわたりみんなでできるゲームについてお話しさせていただいています。今回紹介するゲームはテトリスオンラインポーランドというゲームです。テトリスオンラインポーランドは世界中の友達やテトリスプレイヤーと対戦できるオンラインゲームです。プラットフォームは Windows で、公式サイトからダウンロードすることができます。コンピューターと対戦するモードや対人でスコアを競うモードがあり、初心者から廃人まで幅広い層の人が遊べるゲームです。プレイ人数は1人から6人です。無料でダウンロードできる、操作性が良い、ネット対戦ができる、個人でやるモードが充実しているという点で他のテトリスゲームよりもおすすめできます。ゲームモードは大きく分けて3つあります。1人で遊ぶモードでは40ラインを消すまでの時間を競うタイムアタックや、制限時間内で得られるスコアを競うチャレンジなどで自身の実力を上げることができます。それぞれランキングがあり、ハイスコアを叩き出せば自分の名前を載せることができます。トレーニングモードはコンピューターと対戦する一人用のモードです。コンピューターには1から24のレベルがあり、対戦に勝つと次のレベルに挑戦することができます。後半に行くにつれて凶悪な AI になっていくので、どこまで進めるかチャレンジしてみると面白いです。みんなで遊ぶモードは名前の通り最大6人のプレイヤー同士で戦うテトリスです。ルームを作ってパスワードを設定すれば友人同士のみで遊ぶこともできます。対人戦なので相手の邪魔をするTスピンや連などの技術が必要になります。またクラスというものがあり、初心者におすすめなのんびり、一般的な普通、ミノの落下速度が最高速のマスターから選ぶことができ、それぞれルームが分かれています。ミノを消す速度が一定の数値を超えたプレイヤーはのんびりクラスに入ることができないため、初心者でも安心して楽しめるモードとなっています。テトリスオンラインポーランドは様々な遊び方があるため、いつでも誰でも楽しむことができるゲームとなっています。気になった方はぜひインストールしてみてください。以上、テトリスオンラインポーランドの紹介でした。ありがとうございました。この動画が気に入ったらチャンネル登録といいねお願いします。